桜の気持ち咲く琴の葉も。今年もわしたち桜並木を見に観光客が殺到してるの。このソメイヨシノはね、樹齢150年を超えていて、また知ったかぶりの若い男が女の子の前でわしの物語を話している。どこで知識を得たのかと不思議だったが、ウィキペディアというインターネット上のまとめサイトから引用しているらしい。この木の前で告白しようってずっと思ってたんだ。好きだよ、付き合ってくれる？ごめん無理。さっきこの木のことを調べたら、ここに一緒に来たカップルは必ず別れるんだって。そう言って彼女は彼に見せたウィキペディアには確かにそう書かれていた。あれおかしいな、昨日見た時には恋が叶うと書かれてたのに。男は信じられないという表情をしている。実はさっき彼女がここに到着した時に書き換えてくれって頼まれてね。ネットを司る神とも親しい樹齢157歳の桜は恥ずかしそうに花びらを彼女へ落とした。